はい、じゃあそれではです、ねえー、本日の確認テストの方の、えー、解説ということで、えー、今日はまあ民法の確認テストということになりますので、えー、そこの部分の解説の方を進めていきます。で特にことしもです、ねまあ、例年、この確認テストというのをやっているんですけれども、七、えー、科目ですね、法律基本7科目、えー、民法から始まって、商法、民事訴訟法、えー、そして刑事系科目、刑法、刑事訴訟法、そして広報系で憲法、行政法という形で、まあ、基本7科目については、まあ、大体1年間を通して、まあ、1ヶ月から2ヶ月の間で、まあ、1つの科目を進んでいくという。 という形でまあ確認テストというのを実施しておりまして、で今年もです、ね、あの効果測定の関係で、えー、そのような形で確認テストのまた進めていくことになります。で特にあの、まあ、講座を受講されている方については、大体まあその、えー、講座受講ペースに合わせて確認テストというのが実施されることになりますので、えー、まずは日々の復習の中で、まあ、効果測定であったり、弱点補強という形で使っていただいて、であとはですね、えー、講座を受けていない方も、ですねあのこの確認テストについては、誰でも参加できるという形になっていますので、えー、例えば自分で学 学習されている時のペースメイクですね。えー、どうしてもまあ予備試験、司法試験問わずですね、この法律科目については、基本的に論文は7科目ですよね。 法律科目7科目プラス、まあ、予備だと実務基礎科目と選択科目ということになるから、まあ、予備だと10科目、えー、司法試験でも8科目ということで、まあ、非常にあの多くの範囲がなされるので、そこをまず一周しっかりやり切っちゃうというね、えーまあ、特に入門段階などで問われるようなインプット段階で、えー、最初にやるものというのは結構膨大なので、まあ、しっかりペースメイクをしながらあの進めていくというところに活用いただければと思います。で、えー、一応出題の仕方については、まあ、今回の民法と同じように、基本的には担当式問題から50問、えー、それから、えー、記述式から2問。 25問を出題していますで記述式に関してはいろいろどういうことを書いていいのかっていうその各そのクオリティというのかな。 書くべき内容、どこまで書くのかってところは、結構、なんか、ある程度、幅があるところではありますけれども、少なくとも聞かれているところが、まあ、なんか、何言ってんかわからんというかね。えー、聞かれていることが全く思いつかないみたいになっているところは、まあ、確実に弱点ということになりますので、えー、復習の際に、しっかりとそこは詰めていく必要がある、ということになります。で、大体、出題の難易度としても、えー、特に担当式については、すべて、司法試験予備試験の過去問からの出題にしています。で、これは、あの、特に、その中から、まあ、入門段階、まあ、一回目のインプット段階で、えー、まあ。 確実に抑えてほしいところっていうのをまあ並べてますから、まあ、回答するにあたっても予備とか司法の過去問だからね、えー、結構難しいというふうにまあ捉えるよりは、まあ、一応なんか自信を持って回答できるものっていうのをね、えー、まあチョイスされているという前提でしっかりえ間違えたものもしくは不安だったものについてはチェックしていく必要があるかなと思います。で一応得点目標については、まあ えー、本当は満点取ってほしいよというのが、ね、もう本音ではあるんですけれども、まあ、例えば、えー、来年合格目標というのかな、まあ、7科目しっかりこなしても、今、論文の勉強も改めて進められている方は、まあ、やっぱり8割以上の得点率というのは担当は必要ですし、あとはまあ1回、入門でインプットをして、まあ、インプットしたことがとりあえず頭に残っているかなという確認という方で使われている方は、まあ、大体まあ7割前後取れていればまあ十分かなと思いますので、ま,あ、まずはあのその目標点みたいなものを設定して、そこに達成できているかというのを確認していただければと思います。 で早速、解説の方になりますけれども、解説は全部で、えー、大体は1時間から1時間半の間で終わる形になりますが、まあ、担当についてはね、えー、解説冊子でもし、えー、ちょっと中途半端に、えー、と理解してたなとか、もっと深く学習したいなというところは、回、まあ、答冊子の方で解説ありますから、そちらの方でまたしっかり確認していただくということで、き、まあ、今日の解説の中ではできる限り、 ええまあポイントになる点をしっかり確認していくってことになりますのでええー、まあ一個一個見ていきましょう。ではそれでは一番から順番にええー、これ民法の一応相続部分から一応親族相続法にかかる前半から出してますのでええー、まあ少し弱点範囲がちょっと多いなってところなんかは特にねええ要注意ってことになります。ではそれではまず一番から見ていきます。はい一番は A がその所有する不動産を B に売却する旨の契約が締結され、まあこれに基づいて A から B への所有権移転登記がされた場合において、まあ A が詐欺を理由としてええ取り消した場合にはその旨の登記をしなければ。 まず前提としてまず前半部分ですが、まあ、取り消し後の第三者の話してますよね。つまり A から B で、まあ、すごいざっくりすると、まあ、A から B に売買がなされて、まあ、実際、登記があって、でまあ、順番としてはその後に取り消しをして、でその後取り消し後の第三者。 という形になります、ね。この時系列でいうと、この問題文の2行目でいうと、A が詐欺を理由として、今回、詐欺取り消しですね、詐欺を理由として意思表示を取り消したときには、登記がなければ取り消し後の第三者に対抗することができない、これはまずいいですよね。一般的に取り消し後の第三者に関しては、2と3を見れば分かるとおり、 B を起点とした二重上渡ですね。復帰的物件変動と捉えますから、えーまあ、判例の立場からすると、まあ、詐欺取り消しによるその物件変動っていうのは、一、まあ、回 A から B に売却されて、その後詐欺取り消しによって、B から A に復帰的物件変動がされたっていうふうに考えてますから、そうすると、えー、この取り消し後の第三者の関係では、まあ、A と C っていうのは <coughs>、えー、対抗関係に立つことがなりますから、そうすると、まあ、えー、登記取らなきゃダメですよね、えー。登記をしなきゃダメですと。で、一方で、公、え、団、ー、の問題。 えー、脅迫を理由として意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなくても、えー、取り消し後に第三者に対抗できるという問題ですが、まあ、これは結論、公断違いますねあの、詐欺取り消しだろうが、脅迫取り消しだろうが、いずれも取り消し後の第三者との関係では177条、えー、つまり対抗関係で処理されますから、えーまあ、ここがまあ間違いということになります。<laughs> えーまあ、この辺が、ここ間違いってことになりますね。まあ一応、この詐欺も脅迫も、いずれの場合も結論としては、取り消し後の第三者との関係ね。えー、取り消し後の第三者との関係では、詐欺取り消しでも脅迫取り消しでも177条でえ処理されますので、まあ、結果的にはいずれも登記なければダメです。登、え、記、ー、なければダメってことになりますから、えー、まあ後半のまあ後段の部分がまあ間違いってことになります。<laughs> では、それでは2問目。 はい。A は、その所有する高土地について、B と仮想の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。まあ、仮想の売買契約を締結してるってことは、AB 間で通報共有表示やってるってことですよね。ということは、AB 間で94条1項の通報共有表示をやってる。で、その後、B がこの事情を知らない C に土地を売却した。ということは、事情を知らない C ってことですから、全員の第三者が現れたってことになりますかね。そうすると、この C は94条2項の第三者ということになります。つまり、まあ、一応物件変動というかね、 えー、この ABC をめぐる、まあ、その権利関係っていうのかな、ABC をめぐる権利関係を見ていくと、まず AB 間の通房協議表示は無効なわけだけれども、まあ、その後、えー、この B が事情を知らない C に公土地を売却したってことになりますから、C が善意の第三者ってことになりますから、えー、そうすると、まあえー、94条2項の第三者っていうのは、直接、えー、権利取得しますよね、えー。もともと A が所有権を持っていると。で、AB 間で通房協議表示がなされて、 でそれで、まあ、通謀協議表示がなされたんだけれども、C が善意の第三者だということであればえ、C はこの94条2項の第三者として、A から直接え権利取得できます。これはあの、通謀協議表示の向こうは善意の第三者に対抗できないけだよねえ。この AB 間の通謀協議表示の向こうというのは、善意の第三者である C に対抗できないので、その結果として A から C に直接に所有権利転しますで。そうすると、このとき C は当機いりますかって話ですよね。当機いりませんよねえ。どうしてかというと、AC 間は全種公主の関係です。 いわゆる A から C に直接所有権が移転するというのが判例の考え方とされてますから、そうすると、全種公種の関係ですから、登記がなくてもいいということになりますので、2番は丸ということになりますね。この B から C への所有権移転登記がされていなくても、A は C に対して無公種はできません。それでは3番いきましょう。3番条文問題。無権代理の追認です。代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、契約の効力は将来に向かって生じるのではなくて、訴求行です。 え将来に向かってではなくて、えー、追認があった場合には、はいえー、これ、いいですかね、契約時に遡って、えー、将来、あの契約に遡って、効力が生じるので、いわゆる訴求効ですよね。 これは116条条文確認しといてください。116条で、無権代理の追認については、将来行ではなくて、訴求行ということになりますね。はい。次に4番。はい。青年後見人はやむを得ない自由がなければ、副代理人を選任することができない。え、これ間違えた方は、ぜひ条文確認しといて。青年後見人ってのは、これ、法定代理人ですよね。法定代理人なので、いつでも選任できますからね。副代理人は。あの、ちなみに、任意代理人の場合。 いわゆる任意代理人の場合には、本人の許諾またはやむを得ない自由がいります。これは任意代理人の場合ね、の場合は、2代理の場合には当事者間の信頼関係に基づいてやってるみたいなところがありますから、副代理人を選任するにあたっては、本人の許諾を得た場合、またはやむを得ない自由がなければいけませんが、法廷代理人については、事故の責任でいつでもできます。で、条文上の根拠も、これ105条になりますかね。法廷代理人は事故の責任で行うことができますので、105条の前段です。 副代理の専任はやむを得ない自由がなくても、いつでもできますからね。はいえー、一応確認しておいてほしいのは、えー、任意代理の場合ね。えー、任意代理の場合は、副代理の専任というのは、えー、本人の許諾またはやむを得ない自由がいります。で5番。えー、5番はこれ、日常家事代理権をめぐる表権代理の問題です。 えー、夫が日常家事の範囲を超えて妻を代理して法律行為をした場合、相手方においては、キーワード、ここです、えー、日常家事に属すると信じるにじき正当な理由があるときでした。えー、つまり、この日常家事代理権というのは、110条の、えー、いわゆる基本代理権には原則当たらないんですよね。えーまあ、夫婦別産性に反することになるので、えーまあ、110条の基本代理権というのは、この761条の日常家事代理権は原則として基本代理権には当たらないけれども、判例はこの言い方。あの 言ってみれば、善意無価値の対象は、日常の家事に関する法律行為と属すると信じるにつき正当な理由ね。つまり、その問題となっている行為が日常家事に属すると信じるにつき正当な理由がある場合には、110条の趣旨を類推します。これは反判例の言い方ですよね。えー、権限外の行為についての表権代理に関する規定の趣旨が類推される。えー、ということで、110条の趣旨が類推され、えー、その結果、えー、まあ今回だったら本人も責任を負うんだということになります。これ、回答丸になりますかね。 しっかりまあ判例の立場を押さえておいてもらえればで次に、えー、結構重要なやつです、これ、無権代理の相手方は、えー、相当の期間を定めて追認するかどうか聞くことができます、でこの時追認を格闘しなかった場合は、追認拒絶とみなされますからね、あのつまりあの、追認するかしないかいってしかされた場合でしょう。ということは、それは要するに、本人としては追認する意思がないものと一般的に考えられますから。 えー、要するに相手方が本人に対して追認するかどうか再告して、えー、返事がないと、えー、格闘がないということは、まあ、追認する意思がないというふうに考えられますから、まあ、追認拒絶とみなされるというのが、一応、条文の、えー、内容ということになります。えー、これはね、114条の講談、<laughs> 114条講談にありますので、ここはまあ確認しておいてください。 では次、7番、えー、これも重要問題ですね、えー。7番は無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続しました。この時は資格平存説の立場に立つと、えー、無権代理人が、えー、本人との資格平存になりますでで。そうすると無権代理人というのは一般的には審議則上、追認拒絶できないんですよね。えー、一般的には無権代理人というのは、えー、自ら無権代理行為を行っていて本人が 本人を相続したっていうことを理由として、追認拒絶することは、やっぱり矛盾共同になると。と、まあ、いうことから、このような事例ね、無権代理と相続で、無権代理人が本人を相続した場合には、その無権代理人というのは審議則上、追認拒絶はできないので、追認するしかないことになります。でただ、追認するしかないんだけれども、今回は他の相続人と共に共同相続しています。ということは、追認権というのは、性質上不可分なんですよね。 全員が追認しないと追認の効力は生じませんから、そうすると、例えば、問題となっている無権代理人が本人を相続して追認拒絶できないとしても、つまりその、本人を相続した無権代理人が、追認拒絶が審議則上できないってから追認するしかないとしても、他の相続人が追認しない限りは全体として追認有効にならないです。なので、一応結論からすると、の他の共同相続人の一人が追認を拒絶した以上、 全員での追認ができない状態になってますから、えー、結論としては追認拒絶ということになります、結論から言うとね。えー、なので、問題となる無権代理人に当たる人っていうのは、問題となる無権代理人に当たる人は追認拒絶をすることが審議則調できないとしても、えー、追認権というのは性質上不可分だから全員が追認あの、全員が追認をしない限りは、全体として追認とならないんですよ。 なので、えー、1人でも追認拒絶があった場合には、えー、追認できないことになります。従って、えー、無権代理のまま。ということだね。はい、じゃ次、8番いきましょう、えー。8番、A が所有する不動産について、B が占有を継続したことによって、取得事項が完成しても、<coughs> いいですかね、えー、B はその登記,登記をしなければ、その後に A から所有権を取得した。 えー、不動産を取得した C に対しては権利の取得を対抗することができない。はい、これはまず結論からすると、事項完成後の第三者の問題ですよね、えー。つまり A が所有する不動産について、B が事項取得している、まあ、原資取得ということになりますけれども、まあ、一応、原資取得ではあるけれども、B が原資取得する結果、C が所有権を失うという関係になるので、一応、事、え、項、ー、取得というのは、実質的にはこういうふうに。 あの、原始取得ではあるけれども、B が不動産の原始取得をする結果、まあ、A の所有権を喪失しますから、結局、まあ、事項取得というのは、まあ、こういう意味で A から B の所有権の移転みたいに捉えられるわけですよね。で、で、その後に、事項完成した後、あ、これ、事項、事なってる。ごめんなさい。えー、事完成して、え、事項完成をした後に C に売ったっていうことですから、そうすると C っていうのは、これ、事項完成後になりますから、時系列はこうなります。えー、事項完成がまず移転。まあ、その A から B への事項完成。 それからその後に C に承継、まあ、取得があったと。ということで C がこれ、一般的に時効完成後の第三者という議論になります。そうすると、時効完成後の第三者の場合は対抗関係というのが判例の立場ですよね。まあ、一般的にはこれ、なんとか後の第三者というのは177条の問題になりうるというのが一般的に多いですけれども、まあ、今回も例に漏れず。 まず取得事項が完成した後にでに、これはポイントはね、はい、こういうことですね、取得事項が完成した後に、A から C は所有権を取得してますから、C は事項完成後の第三者に当たります。で事項完成後の第三者に当たるということは、まあ、対抗関係として処理されることになりますから、まあ、B は登記が必要ですということになりますよね。ということで、回答はこれで問題なし、8番、丸ということになります。では次に9番。 9番の問題ですが、不法行為に基づく損害賠償請求権は不法行為の時から20年間に時効で完成しいますと、時効消滅しますよという問題ですが、こちらも724条の2号で、その通りということになります。一応、口頭ですけれども、言えるようにね、不法行為の時効は主観3年、客観20年ね。あの一般的な通常の債権の時効は主観5年、客観10年ですね、166条。 えーまあ、5年10年っていう損害賠償、あの、債務不履行をはじめとするような、まあ、通常の一般の債権ですね、えー。一般の債権の消滅事項については、主観5年客観十10年ですけれども、不法行為債権については724条で3年20年になっています、えー。なのでこれで OK なんですが、ただこれ人の生命身体に関する損害賠償は、どちらも5年20年になるからね。 えー、人の生命身体に関する損害賠償請求権はいずれであっても5年20年になりますので、えー、そこはまた確認しておきましょう。では次に、はい、10番。まあ、これもまあ時効が完成する前に、まあ、いわゆる時効期間が経過する前に、えー、債務者が債権者の代理人に支払い猶予の申し入れをしたということはこれ一般的に辞任行為って言われるやつですね。つまり支払い猶予の申し入れっていうのは 自分が債務を負っていることを認める行為に他なりませんから、これは承認に当たります。えー、辞任行為っていうことは、これは権利の承認に当たります。えー、ということになりますわね。ですから、ま、今回、例えば、権利の承認っていうのは、 あの一般的にはねあの、権利を認めますっていう、なんかそういう債務承認みたいなのをそのものズバリするっていうケースもありますが、えー、ただ、このように支払い猶予の申し入れをしたりとか、あと一部弁済するケースね、えー、支払い猶予の申し入れをしたりとか、債務について一部弁済するっていう場合には、これは債務を負っていることを前提に行う行為なので、まあ、このような、えー、辞任行為が行われた場合には、まあ、その権利の承認があったものとされますわね。まあ他にもこの支払い猶予の申し入れ以外にも、えー、先ほど触れたように、 一部弁済なんかもこれに当たります。一部弁済なんかもこれに当たりますが、そうすると権利の承認については条文の文、あの条文上、152条ですね。152条で更新自由に当たります。152条1項で更新自由に当たるので、まあ、問題見ると一応ちゃんと更新になっとるのでいいでしょう。更新にされますということで、10番もいいでしょう。<laughs> はい、11番、えー、こちらはの記述でも出しましたけれども、専従、うん、位定答権の非担保体権の消滅によって、高、えー、順位定答権の配当額が増加する場合、高、えー、順位定答権者は、専、は、従、いえー、位定答権の担保の、えー、消滅事項を援用することができるということですが、判例上、これは援用権者には含まれないというのが判例の立場です。あくまでも、時効の援用権者というのは、時効によって直接利益を受けるものというのが判例の立場ね。 いいよね、時効によって直接利益を受けるものに当たればいいわけですけれども、あくまでも高順位抵当権者の利益というのは、これ、間接的な利益なんですよ。つまり、先順位抵当権者の非担保債権がなくなることによって、えまあ、通常はこれ、<coughs> 不重性ですよね。<coughs> この先順位抵当権の非担保債権が時効で消滅すれば、それによって不重性で先順位抵当権は消えます。でその先順位定等権が消えることで え、高順位低等権者は順位が上がって配当が増えるっていう、そういうプロセスを経るわけだけれども、あくまでも、その先順位低等権が消滅することによって、え、言ってみ順位低等権者の低等権な順位が上がり、その結果、配当が増えるっていうのは、あくまでも間接的、反射的な利益にすぎないっていうふうに判例は考えてますから、<laughs> え、事項の栄用権はないとされてます。で、ただこれ、あの、セットで押さえておいてほしいのは、あの、高順位低等権者が、あの、 直接あの事項の栄養権はないよっていうのがこの判例です。えー、高順位定当権者が先順位定当権の消滅事項を栄養することができませんよっていうことはいいんですが、ただ主債務者が持っている事項栄養権の代行者できるからね。あの債権者で権使って。えー、少なくとも、あの、債務者ですね、主債務者ね。<laughs> え主債務者に関しては、 もちろん主債務者というのは、事項の延用権を持っていますから、主債務者が持っている先順位定当権の非担保債権のこの消滅事項の援用権、これは主債務者は持っているわけですから、それを後順に定当権者が債権債権を行使する形で代行使することは判例上認めていますので、ここは確認しておいてください。で <laughs> では次12番です12番は次番番す債務者が消滅事項完成後に 債権者に対して債務を分割して支払うのの申し出をした場合、まずポイントはこれ、あれだよね、債務を分割して支払うのの申し出ってことは、これ、時効完成後の権利承認に当たります。今回、時効の完成後に債権者に対してえ債務を分割して支払うのの申し出をしたってことになりますから、これも自認行為ですよね <laughs>。ということになります。自認行為の場合、これ、確認ですが、忘れてる人は。 事項完成前の権利承認は更新自由ですよね。事項 <laughs> 完成前の権利更新は更新自由ですが、事項完成後の権利承認は、審議則上、栄養権を喪失するんだよね。ですから、まあ、事項完成の事実を知らなかった時でも、えー、そ,の時その後、その事項を援用することは許されないというのが判例の立場ということになってきます。まあ、一応、これ、判例の立場からすると、この事項完成の事実を知らなかった時でも、審議則上、事項栄養権を喪失します。<laughs> 判例としては、まあ、これ、事項完成後ですよね、ポイントはね。えー、審議則上の、え、要件創出ということになります。え <laughs>、これは少し、あの、口頭での説明になりますが、あの、この、言ってみれば、この、債務承認とか権利承認って言われるやつね。 えー、債務を分割して支払うのの申し出みたいな、まあ、辞任行為をはじめとする権利承認っていうのは、あの、時効完成前に行った場合には、時効の更新自由で、時効がリセットされます。で、時効完成後に知りながら権利承認した場合、通常は時効利益の放棄です。通常はね。えー、つまり時効完成した後に、その債務、あの、時効完成した後に、時効完成した事実を知りながら、あえて債務承認しているとか、そういう場合であれば、それは通常時効利益の放棄に当たりますよね。 でで今回の12番のように、時効完成した後に、時、う、効、ん、完成の事実を知らずに債務承認した場合は、まあ、判例上、これは時効利益の放棄にはならないと。だっ,って知らないもんだから放棄できないでしょ。 事項完成の事実を知らずに、こういう債務承認をした場合には、知らないものは放棄できないわけだから、事項完成の事実を知らずに、このような債務承認をした場合には、事項利益の放棄には当たらないけれども、ただ、債権者との関係で、事項を延用しないっていう信頼が生じますから、そこから審議則上、事項の延用権がなくなるっていうのが判例の立場ですので、12番はその事項完成後で、事項完成後で、かつ事項完成の事実を知らなかった場合の、 えー、辞任行為ってことになりますから、まあ、審議則上の栄用圏損失ということになるでしょう。<laughs> では次に、えー、13から少しこれ事例問題みたいになってますが、はい、A 所有の公と地上に権限なく落つ建物を所有している B が、C に落つ建物を売却しています。まあ、ここまでいいですかね。いいですかね、ここまで。で C が B からの、えー、落つ建物の所有権移転登記を経由した後、C が B に落つ建物を売却した場合には、いいかな。えー、D が C からの えー、所有権移転登記を経由していないときであっても、えー、A は C に対して、こう立て、落建物の宗教および土地の明け渡しを、えー、求めることはできない。で結論はこれ、×だね <laughs> で。聞いてることは何かっていうと、これ、物件的請求権の相手方です。えーまあ、つまり A は、A は土地の所有者ですよね。でということは、土地の所有権に基づいて、えー、建物宗教土地明け渡し請求っていうのは、物件的請求としてできるわけですよ。 で、そうすると誰が物件的請求の相手方かっていうと、原則は侵害している人ってことになります。そうすると、一般的に言われているのは、建物の所有は土地の占有っていう話ですよね。えつまり今回は、A の土地所有権に基づいて、妨害配慮せあの、ごめんなさい、返還請求かな。<laughs> A は、この高土地を所有しているわけですから、 この土地所有権に基づいた物件的返還請求として、えー、建物宗教土地開きを求めるわけだけれども、その時には、<coughs> ごめんなさいえー、その時には、えー、土地の占有者が妨害を引き起こしているわけですよね。でこの時には、ね、じゃあ、土地の占有者って誰なのかっていうと、土地上に建物があるときには、建物を所有している人が、建物所有を通じて土地を占有することになるから。 建物所有者が侵害を引き起こしている物件的請求の相手方になります。そうすると、実体法上はどうなっているかっていうと、C から D に移ってますから、まあ、基本的には現在の建物所有者は D なので、D が物件的請求の相手方になるわけですよね。ただでも判例が一つありました。ただ、このように実体法上物件的請求権の相手方っていうのは、その、 建物の所有者について、相手方にするわけだけれども、まあ、判例が言っていたものは、一応これ解説も確認しといてほしいのは、あの他人の土地上に、勝手に建物を建ててで、自らの意思で登記をしてで、それでその建物を他の人に譲渡した場合には、まだ登記で移転がされてない場合には、その登記名義人に対しても行っていいと、まあ、いうのが判例としてあります。でそうすると、まあ、ここについてはまああの、 13番の解説でもありましたけれども、まあ、要件としては他人の土地上に自らの意思で建物を建てて、その建物の登記名義を自らつけて、それを第三者に譲渡したんだけれども、登記名義がまだ残っているという場合、でこの場合には、えー、登記名義に対しても物件的請求することができるっていうのが判例になりますから、今回、登記名義人は C ですよね。えー、C になっています、えー。ですから C に対して明け渡しを求めることは問題なくできる <coughs> ということになります。 まあ今回、そうですよね、えー、実際に高土地上に建物が建っていて、C が自らその建物の登記をつけて、まあ、一応、もともとこれ、権限なく建物を持ってたのは B だけれども、えーまあ、実際にこの C っていうのは、その他人の土地上の建物を取得して、自分の意思で C 名義の登記にして、それを他に譲渡したんだけれども、登記名義が残ってるっていう、まあ、そういう状況になってますから、えー、基本的にはこの判例の射程は及ぶだろうと考えられます。えー、なので、まあ、C に対しても、明け渡しは求められるということね。 はい、じゃあそれでは次です、14番、A が不動産を B に譲渡し、その後、A が C に同一不動産を譲渡し、さらに C が同一不動産を転得者 D に譲渡した。でまあ、そうすると、まあ、簡単な図で書くと、まあ、A が、まあ、これちょっとちっちゃくなりますが、B に譲渡して、C から D という、まあ、こういう形でまあ権利変動があるって感じかな、A が不動産 B に譲渡して、C、D という形になっているで、そして登記はここまでいっていると、D に登記名義がいっているという、まあ、こういう状況です。 でこの時に C が B との関係で配信的悪意者に当たるが、D 自身が配信的悪意者と評価されないとき、この時は、基本的には C が配信的悪意者に当たる場合は、C が配信的悪意者に当たる場合には、C が権利取得することというのはできないわけですよね。だけれども、判例はどう考えているかというと、配信的悪意の点得者と B との関係、これも177条で処理するというのが判例の立場です。 ということは、これ、配信的悪意の転得者も第三者に当たるという、その議論です。そうすると、今回は C が配信的悪意者に当たるんだけれども、D 自身が配信的悪意者に当たらないという場合には、D は一応、配信的悪意者の転得者として、対抗関係の177条の第三者に当たります。したがって、今回、登記は、D が登記を持ってますね、ちゃんとね。もう D が登記を持っていますから、もう確定的に D が所有権を取得することができるということになりますので、今回、B が。 えと最後の問、ね、D は所有権の取得を B に対抗することができるというのは、もにしちゃって構わないでしょうということになります。はい、じゃあ、それでは次も15番も、まあ、なんか同じように権利変動に関する問題ですが、はい、A が A 所有の高建物を B と C に二重売却していてで、どちらも A から B への所有権移転登記も、A から C への所有権移転登記もされていない、つまり二重譲渡されてるんだけど、登記名義が A に残ってる、でこのとき D が、はい、勝手に選挙したという場合、こいつ不法区選挙者ですよね。 ということはそもそも B はこう建物を勝手に占拠しているんだからこの人不法行為者です。<laughs> ということはこの人第三者に当たらないです。で第三者に当たらないということは登記なくして主張できるからね、えー、第三者に当たらないということは登記、えー、なくて主張できますから A から B への所有権移転登記をするまでもなく、えー B は、えー、請求することができます、まあ、これは15番については、あの一般的には177条の第三者というのは、まあ、いわゆる統治者および包括承継人以外のもので、えーまあ、不動産の物件変動に関しての登記の献血を主張する、正当な利益を有するものということになりますが、まあ、そうすると、この正当な利益を有しないものというのは第三者に当たらないわけですよ、ね。そうすると典型的なのが、あのまあ、無権利者とか、えー、あとは今回の不法行為者、無権利者であったり、不法行為者であったりとか、あと えー、配信的アク者とか、まあ、そのあたりのものについては一般的に正当な利益とのが否定されますから、えー、そうすると、まあ、このように、<coughs> えー、この D というのは勝手にこう建物を、えー、勝手に占拠したものですよね。ということは、まあ、先ほど触れたとおり、D というのは不法行為者に当たりますから、まあ、第三者には当たらないので、えー、別に B は登記がなくとも、えー、登記なくして、えー、その所有権を主張することができますので、えー、結果的には15番はまあ罰ということになるでしょう。<coughs> では次に16番。 はい、A から BC が共同相続した不動産があります。で、C が単独で登記相続した旨の不実登記をして、D に売却して所有権移転登記をした場合、B は D に対して登記をしなければ、えー、事故の持ち分を対抗することができない。えー、まず最初に確認しましょう、あのー。C が単独相続した旨の不実登記をして、D に売却したって言ってるけれども、これ、あのー、いいかな、B の持ち分については売却できないからね。 あ,のあくまでもこれ今共同相続ですから BC の共有ですよね。A が BC から共同相続しているってことになるから、えーまあ、今は BC が持ち分二分の一ずつ共有しているわけですよ。ということは、仮に C がなんかこうやって単独相続した不実登記をして D に売却したっても、えー、B 持ち分二分の一については無権利者です。ということは、D、えー、は やっぱり D も、えーまあ、無権利者ってことですね。<laughs> まあこょっと降格と降かな。この D 持ち分の1 2分の1については、えー、C は、ね、別に無権利はないわけですよね。えー まあ、こうやって C が単独相続したまでの不実登記をして売っ払っちゃった事案があったとしても、え実体法上は B と C が二分の1、二分の1の共有状態になってますから、えー、C はその二分の1の持ち分については勝手に売却することができませんから、えー、B 持ち分二分の一に関しては無権利です。ということは D も無権利者です。ということは、えー、結論から言うと何が言えるかっていうと、無権利者なんだから、さっきで第三者に当たりませんから、えー、結局、えー、B は 放棄なくして、えー。持ち分を対抗できるよとまあ、いうことになりますかね。あの、先ほどと考え方は同じになりますね。えー、まあ、登記をしなければ、事故の持ち分を主張することができないという部分がまあ、間違いになります。けれども、まあ、基本的な考え方については、この、えー、bc が共同相続して。うん C が単独で登記をして、売っ払っちゃったみたいな事案でも、結局実態上は B の持ち分2分の1については、C は売却権限ありませんから、C は無権利者です。で、そうすると D は結局、やっぱり B にもこの、この、D だね、ごめんなさい。C がまずえ、C に関しては、自分の持ち分の売却ができますよ。 C は自分の持ち分の売却はできるけれども、B の持ち分二分の一に関しては売却権限ないので、無権利なので、買い受けた D についても、その二分の一については無権利ですから、あとはじゃあ B は、自らの持ち分権については、登記なくして、無権利者に対しては対抗できますよっていう話になります。一応、これでまあ、あの一応、担当の問題としては終わりなんだけど、あの論文ではこれ、あの今回はこれでマにしちゃった、のこの問題はそれであの終わりなんだけれども。<laughs> まあ論文の場合にはこの場合、D が C の単独登記を信じたみたいな事情があった場合には、まあ、権利外観法律、つまり94条2項、110条類推適用によって、D が保護される可能性はあるけれども、まあ、基本的には今回はそこまで聞いてませんので、まあ、一応、今回原則論からすれば、登記に更新力ないんで、えー、まあ登記に更新力はないので、えー、C が単独相続したっていう登記を信じたとしても、その権利と当然に取得できるわけではないから、 このように C が単独相続したという不実登記があって、その不実登記を信じて買い受けたという事情があったとしても、登記に更新力はありませんので、原則としては B の持ち分二分の一については D は取得できないので、D は無権利者だから、あとは無権利者に対しては、登記なくして B は持ち分対抗できますよという話になりますで。これはさっきの繰り返しになりますけど、論文の場合には、この登記に更新力はないからっていうことで、この原則論になるんだけど、ただまあ、 その単独相続した旨の富士登記を、まあ、D が信頼して買ったとっいう事情があって、でこの富士登記の作出に、えー、今回 B かな、富士登記を作出したことについて B に奇跡性があるということであれば、まあ、94条2項の累積適用論による D の保護というのは十分ありえるということはねあの、もう一度確認しておきましょう。でそれでは次、17番 <laughs>、はい。A がその占有する時計を B に売却しました。で売買契約の際に、以後、A が B のために占有する意思を表示したが、 えー、当該時計の引き渡しを現実にされていないときには、えー、この B は即時取得によって、時計の所有権を取得することができないということですが、まあ、こちらのもう判例立場ね、あのー、これ、占有改定だよね、えー、これは、あの売買契約の際に、<laughs> 以後、A が B のために占有する意思を表示したということになるから、まあ、これはまあ占有改定ということになりますから、判例はどういうふうに言われてるかっていう、占有改定では即時取得できないよね。 なので、17番については専有改定になってますから、専有改定ではまあ即時取得はできませんというところを丁寧に書ければいいということになります。ということで、17番についてもまあしっかりと、即時取得できないから取得することができないで、丸ってことね。 あの一応即時取得ね、あの、声優改定によっては即時取得できませんよということを、まあ、えー、ちょっとした事例問題で確認していくって感じかな。では、18番、ちょっと長いですけれども、頑張って、えー、担当やっちゃいましょう。はい、18番、はい、A は B が C から沈着していた時計を結び、えー、D に贈与した。まあ、そうすると、なんとなくこれ、えっ、ー、と、まずはね、 盗んで、デーに贈与したっていうことですね。で、デが宝石を A の所有物であると、過失なく信じて現実の引き渡しを受けた、つまりこれ、即時取得の要件を満たしてますよね。取引行為ですから、まあ、贈与っていうのも取引行為に当たりますから、取引行為によって、無権利者から、取引行為によって無権利者から、全員無過失で現実の引き渡しを受けたってことになりますから、一応192条の即時取得の要件は満たしてるんだけど、ただこれ、盗品ですよね。 えー、これ、盗品ということになりますから、えー、そうすると B っていうのは、宝石の盗難時から2年間は、D、えー、に宝石の、えーえー、と回復を請求することができるということで、一応結論からすると、これ、193条です。で、問題になるのは B が請求できるかっていう話です <laughs> あの。要するに被害者は、要するに回復請求権持ちますよね、193条で。で、この被害者っていうのは、ちなみにあの所有者だけではないとされてます。あの まあ所有者だけではなくて、実際にこの宝石の沈着人である B もまあ被害者に当たるとされてますので、一応これは丸ということになります。一応、盗品に関しては被害者っていうのは <coughs>、一般的には所有者ですよね、一般的にはね。えー、ですが、判例は沈着人も含むっていうのが判例の立場です。 反例は賃弱にも含むという立場を取っていますので結論としては宝石の盗難時から2年間の間については回復請求が可能ということになりますそれでは次ですはい19番共有物の共有者の一人が他の共有者の協議を経ないで第三者に共有物を貸しました第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は第三者に対して当然には共有物の引渡しを求めることはできないとありますがこれが反の立場です まあ、あくまでも共有者の1人が、共有者の1人が第三者に共有物を貸したっていう場合、その共有者のいわゆる使用権みたいなものが、えーまあ、実際にその第三者に与えられてるっていうふうに考えられるわけですよね。もともと共有物については全員が、あごめんなさい、もともとはその共有物については、共有物全部について、えー、各共有者使うことができます、持ち分の限度に応じて。これ249条1項でありましたよね。 えー、249条1項で、えー、各共有者は共有物の全部を持ち分に応じて使うことができますから、そうすると、例えば、えー、共有物の共有者の1人が、えー、勝手にその第三者に共有物を貸したとしても、その自分の持ち分の限度で貸しているということができるわけです。で、自分の持ち分の限度で貸すということはできますから、まあ、その場合には、まあ、やっぱりあれですよね、えー、共有者の一部があ、共有者の一部が、その、 一人が、ごめんなさい。共有者の一人は、もともと共有物を全部使う権限が、持ち分に応じてありますから、そうするとその限度で賃貸に出すことは、その各共有者できますので、そうすると、その使っている第三者っても全部使用する権限があるから、まあ、明け渡しを求めることは当然にはできないっていうのが、判例の立場です。一応これ、判例がありますんで、確認していきましょう。では次に20番。<laughs> はい。A が死亡し、その相続人の不存在が確定するとともに、公土地が A の特別援護者に対する財産分与の対象にもならなかったときには、 はい、A の有していた高卒のモチブは B に帰属するということで、えー、これはちょっと相続の問題になりますが、結論は丸ということになります。えー、一応、これ、援護者制度ですね、えー、相続人が不存在になったときには、まず特別援護者の制度を使えるかどうかを見るわけです。で特別援護者がいないときには、国庫に帰属するあ。ごめんなさい、えー、他の共有者に帰属する。ごめんなさい、今回、他の共有者ね、えー、この、えー、他の共有者に帰属するということになります。<laughs> で、これちょっと問題文の中でごめんなさい。この B っていうのが何者かっていうのがちょっと問題文から明らかではないけど、B っていうのはこれ他の共有者です。すいません。これちょっと問題文として補足すると、持ち分は、えー、他の共有者 B に帰属するという前提で考えていただければと思います。で、一応これについては、あの、相続人が存在しないまま亡くなってしまった場合の順番です。えー、まず適用順としては、あの、まず A が死亡して、 でまず相続人がいないということであれば、まず特別援護者の制度が優先適用されます。で特別援護者がいるならば、その特別援護者に対して分与するということになりますで。特別援護者の制度、958条の3の特別援護者の制度が、まあ、援護者がいない場合には、255条に従って、他の共有者に帰属するという順番になります。ですから、問題の所在としては、共有者の1人が相続にいないまま死んだらどうなるのという問題。<laughs> えー、相続人の一人が死亡して相続人がい、あ、ごめんなさい、共有者の一人が、ごめんなさい。えー、と共有者の一人が死亡して、まあ、相続人がいないって場合には、まず特別援護者の条文が適用されて、でその特別援護者がいないときに255条が適用されるというのが判例の立場。一応これは判例の順番になりますので確認しておきましょう。では次、21番いきましょう、はい。A が B からこう建物を沈着し、B に敷金を交付していた場合、 賃貸借契約が終了したら、資金返還まで留置することができる。これ間違えた人、本当に要注意。資金返還請求権は明け渡し時に発生するので、えー、賃貸借契約が終了している段階では非担保債権ありませんからね。えー、ですから、ただ単に賃貸借契約が終了した時点で、資、え、金、ー、返還請求権は発生してませんから、明け渡し時に発生するので、えー、この資金返還請求権を非担保債権とする留置権というのはもう認められません。では次に、えー、22番、はい。A が所有する、えー、高土地上に、<coughs> A が所有する高土地上に B が所有する落つ建物があるところ、高土地のために C のために第一順位の定等権が設定された後、B が高土地の所有権を取得し、高土地に D のために第二順位の定等権を設定したという場合です。で、これは、あの、条文の問題としてどういうふうに考えていくかというと、あの、一番定等権が設定されたときは、法定地条件の成立要件を満たしてないんですよ。えー、つまりこれは、 えー、まず、第一順位の定等権が設定されたときは、土地は A、建物が B っていう状態になっている。えー、ということは、この一番順位の定等権が設定されたときには、やめさい、法定地条件の成立要件は満たしてないんだけれども、その後、B が高土地の所有権を取得したことによって、土地建物が BB になるんですよ。で、BB になって二番定等権がついた。ということは、二番定等権が設定された場合の、この時点では、この土地には、 えー、法定地条件の成立要件を満たしている、これは土地についてね。まあ、どちらもこれ、土地に対する定等権ということになりますけれども、土地に対する定等権ということになりますが、えー、1定がついた時点では法定地条件の成立要件を満たしてないんだけど、2定がついた段階では法定地条件の成立要件を満たしている。でこの時どっちを優先しますかという話なんですが、まずポイントはあの、一番上の定等権者の利益を優先します。そうするとこれ一応 あの、土地のために定当権ついてますから、法定地条件成立しない方が有利ですよね。え法定地条件が成立すると、土地の価格ってガッツンと下がりますから。えですから、法定地条件が成立えしないっていう一番定当権者の利益がまず優先されるよね。つまり、まずこの、いいかな。一番定当権が設定された時点では法定地条件の要件を満たしてないから、で今回土地に対する定当権なんで、C としては法定地条件が成立しない担保価値を、えー、把握してるはずです。 ですから、そっちの方が優先されることになるので、まあ、で原則としてはそういうふうに、えー、一番低等権者の,その法定値条件が成立しないことに対する、えー、利益というものは優先されるから、まあ、結局、法定値条件が原則は成立しないんですよ。でただ、今回は問題文よく見ると、C の低等権なくなってますよね。えー、ということは、一番低等権消滅してます。ということは、えーまあ、C の低等権がもう消滅してるってことは、一番 定当権者になっているのはでってことになりますから、で、まあの利益に従ってやればいい。で、ね、では法定値条件が成立することを覚悟して、土地に定当権つけてますよね。では法定値条件が成立することを覚悟して、定当権つけてるってことになりますから、まあ、この場合、えー、法定値条件を成立させて良いってことになるでしょう。えー、これはちょっとあの複雑な事案ではありますけれども、あのもしこの問題あの、ちょっと復習するにあたってポイントなのは、この青で引いたところ。 C の定当権が弁済によって消滅してるからなんですよ。だからもし仮に C の定当権が生きてる段階で定当権の実行がされたときは、これは法定地条件成立しませんからね。いいねあの土地については法定地条件成立しない方が有利ですから、まあ、一番定当権者は法定地条件成立しないということの期待のもとに担保価値把握してますから。 えー、ということなんで、まあ、C の定当権がもし仮にまだ存続している段階で競売の実行がなされたときには法定値条件は成立させることはできないけれども、今回は C の定当権が弁済によって消滅したって事情がありますから、そうすると結局は一,あの一番定当権じゃ C の利益、それを考慮する必要はないので、えー、そうするとまあ、この D の利益を見たときに、まあ、D はもうこれ法定値条件成立することを覚悟しているよってことが分かればいいということになります。では23番。 はい。えー、非担保債権に不履行があっても、抵当権の効力は、えー、果実に及ばない。えー、条文のみです。これはね、2371条を確認しておいてね。えー、債務不履行の後は、えー、果実に及ぶからね。まあ、一般的には賃料債権とかが典型ですかね。えー、まあ、賃料債権についても、えー、この抵当権の効力が及ぶので、まあ、賃料に対する物上代というのもできるわけですよね。で、次二24番。はい。所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、えー、債務の弁債期が経過した後は、 えー、債権者が担保権の実行を完了するまでであっても、債務の全額を弁済して受け戻すことはできない。え、これはまず、まず×ね。あの、基本的に受け戻し権というのは、弁済期が経過しても、担保権実行されるまでは受け戻し権行使できるからね。えー、つまり、譲渡担保についての設定者、えー、まあ、債務者だね。えー、譲渡担保に関する設定者っていうのは、受け戻し権を行使することができるのは、抵当、あ、ごめんなさい。えー、譲渡担保権が実行されるまでの間はいつでも受け戻し権行使できますから、まあ、これは、 あの明らかに違ううとということでありますでは次に25番、はい、A が B に建物を賃貸し、B が承諾を得て建物を転退した、まあ、いわゆる承諾転退があったで、この時に AB 間の賃貸借契約が債務不履行解除で終了したという場合には、この原退借が債務不履行解除した場合には、613条3項た正,正し書きで、転着人に対抗できますよね、その債務不履行の終了を。 AB 間の原、えー、退借契約が債務不履行解除された場合には、まあ、合意解約だった場合とは違うんだよね。あの合意解約だった場合には、原、えー、退借が合意解約された場合には、その合意解約を転着に対抗できないっていうのが613条3項本文なんだけど、えー、債務不履行の場合、えー、債務不履行解除された場合には対抗できるので、言い換えれば明け渡し請求できるんですね。えーまあ、いわゆる AB 間の <coughs> 賃貸借契約が債務不履行解除されれば、その債務不履行解除されたということは C に対抗できるので、C に対して明け渡し請求ができます。で、この時明け渡し請求がなされた時点で、この BC 間の転貸借契約の B の債務が社会通念上、履行不能になって終了するんだよね。でこれも重要判例です。えつまり、A が C に対して建物の返還を請求した場合には、もうここはもう全部違います。あの社会通念上、履行不能になります。 あのつまりこの B の C に対する債務ね、<laughs> まあ実際に所有権に基づいて、えー、所有者である賃貸人が転借人に対して、えー、いわゆる所有権に基づく返還請求をした場合、通常は転貸借における、えー、B だね、転貸借契約における B の使用収益させる債務というのが社会通念上、履行不能になります。で社会通念上、履行不能になって、まあ、この場合ちょっと確認すると、 賃貸借は616条の2で当然に終わるからね。えー、この転貸借は。つまりこれが412条の2の1項になって、616条の2で、えー、これは当然に終了することになりますから、そこまでしっかり <coughs>、まあ、言えるようにしておきましょう。いいですかね。はい。じゃあ次の26番も見ていきます。26番。はい、離婚に伴う財産分与請求については、はい、ポイントはここです。審判によって具体的内容が確定したときには、再決内の目的となります。 あくまでもこれ審判で具体的内容が確定していない場合には、さすがにちょっとこの具体的内容がわからないので、あの判例も、えー、離婚に伴う財産分与に対しては、その具体的内容が確定する前は、えー、確定性がないので、採決代理の目的にはならないけれども、逆に言うと、審判によって具体的内容が確定すれば、単なる金銭採決ということになりますから、まあ、採決代理の目的になるということになります。 はい。じゃあ次に27番ですが、はい。えっ、ー、と、債権者が債務者に対する権利を行使するためには、非保全債権が権利の発生の前の原因に基づいて生じたものではなければならない。とありますが、これ、詐害行為の規律です、これは。<laughs> いいよね、えー。あくまでも詐害行為取消権の規律ですので、えー、まあ違ってます。ちなみに、あの、債権者代理権における非保全権利の規律については、あの、弁債期の到来ですよね。えー、<laughs> いいですかね。 えー、その非保全債権の要件というのは、弁済期が到来していることっていうのが、えー、採決財権の非保全債権の要件ということになりますが、えー、これは423条2項でありましたよね。えー、非保全債権については、弁済期が到来していることっていうのが、債権財権の要件にはあったけれども、あのー、こちら。これは、その前の原因に基づいて生じたものっていうのは、これは、差害行為の問題です。えー、424条3項の差害行為の規律ってことになりますから、 えーまあ、再経済大権の要件と差外行為の要件を混ざらないでねというところがこの出題の意図ということになります、えー、もう一度、えー、これはね差外行為取り消し権の場合にはこういう状況がついてますけどねでは次に二十八番いきましょう、はいえー、債務超過の状態にあるものが離婚に伴う財産分与として、えー、配偶者に金銭給付をする目の合意というのは えー、財産分与として不相当に課題で、財産分与に固宅してされた財産処分と認められる特段の事情がある場合。これはあの、まあ、予備の論文でも出題されてますけれども、あの財産分与については、差害行為取り消しの対象となるかという問題です、えー。で、離婚に伴う財産分与は原則として差害行為の取り消しの対象にはならないんですよ、えー。ですが、例外で判例が言っているのがこれです。<laughs> えー、財産分与として不相当で課題で、財産分与に固くしてされた財産処分と認める特段の事情があるときには、これはここまで行きましょう。不相当に課題な部分のみ取り消せるんです。不相当に課題な部分のみ取り消すことができるということですから、判、まあ、例の言ってることばっちりということですね。では次、29番。はい。今度は債権譲渡、えー。債務者が事故の第三者に対する債権を譲渡した場合かな、えー、において、 債務者が事故の第三者に対する債権を譲渡した場合において債務者がこれに指定してきた確定日付ある債権譲渡の通知は差外行為取引の対象にならないこれ問題としては引っ掛け問題ですあの結論になりませんどうしてかというと債権譲渡は差外行為の対象になりますよ債権譲渡っていうのは債務者の持っている財産をどんどん流出させちゃいますから債権譲渡行為っていうものはもちろん差外行為になります いいですね。例えば、債務者が自分の持っている債権を第三者に次々譲渡するというのは、これ、財産の異質に他なりませんからね、えー、ですから、例えば、差額行為取り消しの対象になるかという議論の中で、えー、ここにあるとおり、債務者が持っている債権、えー、債務者が持っている債権を次々譲渡するみたいなことをやるようなことがもしあればね、まあ、次々じゃなくてもいいけれども、えー、債務者が持っている財産を、えー 債務者が債権譲渡して無視力になるような場合であれば、それは財産の逸失行為だから、それは差害行為取り決めの対象になるけれども、債権譲渡の通知は、あくまでもこれ、対抗要件を具備している行為だからあの債権と異な、債権譲渡と異なって財産権を目的とする行為じゃないんですよ。えー、なので、これは差害行為取り消し権の対象にはならないということになりますあの。引っかかった人はね、これあの、債権譲渡そのものは、差害行為で取り消せるけれども、債権譲渡の通知っていうのは、単なる対抗要件を具備するね、 単なる関連の通知ですから、えー、これは、あの、債権、債券交易取引と対象になりません。<laughs> では、30番ですね。えー、債権が二重譲とされて、同時到達の場合です、えー。確定日付ある証書による通知が同時に債務者に到達したときは、これはあれですね、えー、同時到達した場合には、両方とも同率1位になるので、どちらも全額、あの弁済請求できるんですよね。えー、ですから、ここにあるとおり、はいえー、譲り受け人の1人から弁済請求を受けた債務者はあのー、払わなきゃいけないんです。えー、ですから、この、 えー、他のいるから払いませんということはできません、まあ、これはもう結論は×ということになります。えー、と一応、あの30番については、もう問題のポイントは、確定日付ある通知、まあ、これは第三次対雇用権だね、えー、確定日付ある証書による通知が同時到達した場合には、両方の譲り受け人がどちらも1位になります。で、そうすると、どちらの譲り受け人も債務者に対して全額払いって請求することができて、全額請求をしたら、えー、債務者としては弁済拒めないんですよ。 だから請求があった方に全額払わなきゃいけなくて、で全額払うことによって債務者は免責されるっていうのが判例立場ねでは次に31番。はい。譲渡制限の意思表示がされた債権差し押さえがされた場合、当該債権の債務者は差し押さえ債権者に対して、譲渡制限ついているからということで債務の履行を拒むことはできない。これもその通りですね。あの、一応なんかこれ400、あの、一応確認すると、 えと条文、これありますね。えー、466条で、えー、規定されてます。債権譲ともあるよねで。この時に四に466条の、えー、と4の1項ですね。えー、466条の、えー、4の1項で、うん、この譲渡制限の規定については、はい、いいかな、えー、差し押さえ債権者については適用しませんので、えー、もう端的に履行を拒むことはできないということになります。 あのもし仮に、これ、あのまあ、講義の中でもよく言うんだけれども、あの例えば、その譲渡制限がついていることを理由で差し押さえを拒めるということになっちゃうと、結局はこの差し押さえ禁止債権というのは法定されてるのよね。あの差し押さえ禁止債権というのは、まあ、実際にあの民事執行法とかで法定されていてで、その法定されるべき差し押さえ禁止債権を当事者の維持表示で作れちゃうことになるわけですよねその。例えば譲渡制限がついていることを理由としてね。 えー、譲渡制限をついていることを理由として、差し押さえ債権者に対して履行を拒むことができるということになっちゃうと、本来だったら、法定されるべき差し押さえ禁止債権というものを、えー、その当事者の合意によって作れちゃうということになるので、まあ、それはやっぱり許されるべきではないということで、えー、一応、466条の4があります。はい、で、次に32番、債、は、権、い、が不法行為によって生じたときは、債権者は、その債権を自動債権として総裁することができる、はい、ここしっかりね、受動債権だったら、これ、総裁制限かかる場合がありますよね。 悪意による不法行為とか生命侵害に関する損害賠償請求権については、受動債権としての総裁はできません。これは509条の1号2号だね。えー、509条の1号2号で、まあ、悪意による不法行為債権とか、えー、人の生命身体に対する損害賠償債権については、まあ、現実に被害者に給付する必要があるからね、まあ。現実に被害者に給付する必要があるから、受動債権としての総裁は禁止される可能性がありますが、まあ、自動債権については禁止されてませんので、えーまあ、OK ということになるでしょう。では次に。<laughs> はい。時効によって消滅した債権を自動債権とする総裁。え、これはちなみにできますよね、この債権は。あの、一応508条ですよね。あの、実際に時効が完成しても、総裁的常時に時効が完成してなければいいんですよね。だから現実に、え、あの、総裁的常時において、 自動債権の時効が完成していなければ、その後に仮に時効が完成したとしても、時効完成後にも総裁できますよというのが508条の条文でした。でそうすると、この条文を見ると、い、まあ、ってみれば時効消滅した債権を自動債権として総裁をするためには、消滅事項が援用された自動債権は、少なくとも時効完成前に、自動債権と総裁的上にあったことが必要です。まあ、これはその通りということになりますよね。いいわゆる条ののルルールっていうのは いわゆる総裁適場になった時にはまだ時効が完成してない場合ですよね。総裁適場になった時点ではまだ時効が完成してないんだけれども、その後、総裁適場になった後に時効が完成してしまった場合でも、その時効完成後でも、総裁をすることができますという状況です <laughs>、はいで。34番、車両同士の交通事故が双方の運転者の過失によって起因して発生して、 双方に物的損害のみが生じた場合には、はい、対等額の総裁はできますかという問題になってきますけれども、34番についてはですか、ねえー、結論からするとあ、ごめんなさい、これ、解説冊子だとちょっと解説番号が違っているので、ちょっとこれ、あの今私が説明しますので、あの一応これ、総裁することできます。 あのちょっと回答はちょっと、回答の抜き出しているもんあの、回答の部分がちょっと、解説がちょっとずれちゃってるので、今から私でせあの説明しますが、過失による物的損害なので、これ、509条の1号、2号、いずれにも当たらないんですよ。いずれにも当たらないんです。つまり、いわゆるあの受動債権としての総裁が禁止されるのは、受動債権としての総裁が禁止されるのは、 あの悪意による不法行為と、生命、身体に対する損害賠償請求権だから、過失による物損ってそれに当たらないんですよ。だから過失による物損っいうのは、509条の1号、2号、どっちにも当たらないので、これは別に自動債権としてオッ OK です。自、えー、動債権として捜オ OK ーってことになります。えー、ですので、えー、この一方の運転者については、えー、このように。 えっと、双方の損害賠償額を対等額によって相殺することはできるということになります。すみません。これ、あの、皆さんの持っている解説冊子の34番については、ちょっと問題と回答がちょっとずれちゃってますので、えー、こちら回答は丸ということで、一応それで差し替えておいてください。えー、回答は丸ってことになりますので、えー、34番はちょっと差し替えておいてください。では次ですね。えっ、ー、と、未成年者が行為能力の制限を理由に、同産売買契約を取り消した場合の返還義務は同時立行の関係である。これは反連立場そうですよね。えー、この、 売買契約の取り消しということについては、まあ、121条の2の1項に基づく返還請求ということになります。えー、121条の2の1項に基づく現状回復請求ということになりますが、これについては判例は、やっぱり、履行の裏返しなんですよね。その、まあ、例えば今回のように、行為能力を制限を理由として取り消したとか、まあ、他にもまあ端的に詐欺取り消しとか、錯誤取り消しとかもそうですが、取り消しに基づく現状回復請求っていうのは、言ってみれば履行の裏返しの関係に立つとされてますから、そうすると、 533条の類推適用で同時履行の関係を認めるのが判例ということになります。はい、では次に、はい、36番、これ解除の基本問題です、えー。解除の現状回復については、お金返すときには利息もつけろ。で、現物返すときには、えー、果実を返せということになります、まあ。いわゆる解除の場合は545条の3項の規定がありますから、まあ、一応今回はこれで、ね、金銭以外の物を返還するときには、 その受領以降に生じた果実も変換する義務を生じることになりますで。一応これは確認ですけど、545条は2項も重要ね。お金を返す。<laughs> 解除の現状回復で、金返すときには、金プラス利息を返すってことになるね。金を返すときには、金プラス利息で現状回復。で、物を返すときには、物プラス果実。つまり使用利益をつけて返すってことになりますから、まあ、現状回復の範囲が拡大されてますから、からそこは確認しておて。 で次に、はいえー、37番、もう結論はもうツです。これ、代金増額請求っていうのは判例上認めてません。えーまあ、いわゆる代金減額請求権っていうのは、買い主保護の規定ですから、えー、代金減額請求っていうのはね、いわゆるあの契約内容不適合責任の中の買い主保護の規定ですから、えー、これをなんか代金増額請求って言って、売り主側に類推適用することは判例上認めてない。で次に、はい、38番、はい、手付解除についての問題。でいわゆるこれ、手付倍返しだね、これはね、えー。買い主が手付を交付した場合に、 え、売り主が手付けの売額を召喚して契約を解除するためには、はい、口頭の提供ではダメです。条文確認しておいてください。えー、条文は現実の提供が必要です。これ、557条1項です。えー、口頭で提供すればいいかって言ったら、それはダメなんですね。現実の提供を条文上求めています。まあ、いわゆる手付け売返しをするときには、その手付けの売額を現実に提供することが、えー、求められますよということです。 はい。じゃあ次に39番行ってみましょう。はい。えー、賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後合意解除したって話です。えー、合意解除したということは615条の3項の問題になります。ってことは合意解除の場合には613条の3項本文で、転借人に対抗できませんよね。ですが、えー、続きがありますよね、これ。 その解除当時、債務不履行の解除権あります。ということは、これ、613条の三項たし書きの適用があります。まあ、仮に形式的にこの合意解除されていたとしても、解除当時に債務不履行の解除権があった場合には、613条の三項たし書きの適用によって、転弱人には対抗できるようになります。ということで、39番結論×ですね。これ、条文確認しておきましょう。 えー、613条3項の正し書き。まあ、例えばこれ、あの前半はね、あの合意解除だから合意解除は転着人対抗できないよっていう613条3項本部の話に見えるけれども、えー、ただこれ条文確認しておいてください。の解除権を、その債務不履行解除権を持ってるっていう場合だったら、あの対抗できますからね。えー、613条の、えー、3項正し書きってことになります、まあ。条文そのものです。では次に40番。はい、賃借人は賃貸借の目的建物の 保存のために必要費用を出した場合、賃貸借が終了する前でも、えー、直ちに請求することができる。はい、これはその通り、681項。今回、これ、必要費ですよね。必要な費用ということになります。ごめんなさい、えー、保存のために必要な費用ということは、681項の問題になりますから、そうすると、必要費については、直ちにが正解です。えー、とちなみに、これ、681項と2項の対比は重要で、必要費償還請求は直ちにです、えー。必要費償還請求は直ちに。 有益費召喚請求は賃貸借終了時です。えー、なので、これ有益費の場合は608条2項の適用がありますから、もし仮に今回支出したのが有益費だったっていう場合には、えー、賃貸借終了時に召喚請求ということになりますが、今回必要費なんで直ちに OK です。はい、じゃあ41番。はい、仕事の目的物の契約内容の不適合が、注文者の与えた指示によって、指図によって生じたときは、請負い人は その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときでも担保責任を負わないと言っていますが、このときは担保責任を負います。指図によって生じたとしても、指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったという事情があった場合には、担保責任を負うことになります。これは、ね、条文、636条の話がいいですね。この辺は条文確認しておけばいいでしょう。で次に <laughs>、はい、42番。 はい、これ大弁済請求権については、えー、総裁の対象にはならないというのが判例でしたね。えーまあ、受任者が、えー、委任事務処理の必要上負担した際も、委任者に対して、えー、受任者に代わって弁済することを請求する権利。まあ、一般的にこれ、650条2項前代の、あのー、これ、大弁済請求ってやつね、まあ、ちょっと委任のところで確認しておきましょう。えー、650条2項の、これ、一般的に大弁済請求権って言われていです。 でこの代弁債請求権については、えー、相殺することができないというのが判明です。まあ、ここはあの復習しといてください。では次に、はい、事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果はこれ無権代理になるんだよね。あの一応これあのいわゆる署名代理みたいな形で事務管理者が本人の名前を勝手に使っちゃったっていう場合ですね。でこの時には事務管理の協録という直接本人に帰属することはありません。まああくまでもこれは無権代理の扱いになります。 つまり、署名代理と同じなんですよ。えー、一応、これ、署名代理の方式ってことになってますよね。直接本人の名前でやってますから。まあ、今回のように、事務管理の管理者が本人の名前で法律行為を行ったって場合には、無権代理と扱われます。まあ、なぜならば、代理権需要がないからです。えー、事務管理っていうのは、ある意味、勝手にやるんですよね。 事務管理というのは勝手に本人のためにやるものですから、本人から代理権が授与されるということはないんですよ。ですから判例は、事務管理の管理者が本人の名前で法律行為をした場合には、これは無権代理と扱われるので、まあ、結果的にどうなるかというと、追認なき限りは効果記録せずです。というところを押さえておきましょう。 では次に44番、ここから不法行為法ですね。A の不法行為によって未成年者 B が重傷を負った場合に、B が自理弁識能力を有していなかったときであっても、いいですかね。えー、ということは、これあの、いわゆる B が自理弁識能力を有していないということは、B の過失を過失相殺で考慮することはできないよね。えー、少なくとも自理弁識能力を有していることは過失相殺より、えー、必要とされる能力ですから、一般的に過失相殺能力と呼ばれるもので、まあ、言ってみれば、 被害者の側に過失があった場合には過失相殺できるけれども、少なくとも過失相殺ができるためには、被害者に自理弁識能力があることが必要になるので、今回 B が自理弁識能力を有していなかった場合は、B 自身の過失で相殺することはできない。ただ、この時には、身分上、社会生活上、同一の関係にあるものの過失は、被害者側の過失で考慮できますよね。そうすると、今回は親ということですね。B の親ってことですから、 ここの時には主張すすることが可能ですあの一般的には身分上生活関係上一体といえますからね、えー、身分上生活関係上一体と言えますから、まあ、いわゆる、えー、東側の過失として考慮することが可能です。では次に はい、えー。使用者が、被用者の加害行為について、第三者に損害賠償請求をした場合、使用者の被用者に対する求償権は生じない。ありますが、これ、求償可能ですね。あの、審議則上相当と認められる限度で、えー、使用者は被用者に対して求償することができます。これは715条3項にあるからね。えー、715条3項で、まあ、使用者責任の義務をね、果たしたと、えー。使用者責任の義務を使用者が果たした場合には、まあ、損害の公平な分担という見地からね、えー まあ言ってみれば、使用者責任で例えば、会社が損害賠償を第したとしますよね、大責任としてね、<laughs> 例えば従業員が不法行為を起こして、会社が使用者責任としての義務を果たしたと、まあ、これは大,大責任としての性質がありますから、その会社がその義務を果たしたということであれば、それは損害の公平な分担っていう、そのね、検知から審議則上相当な限度でその払、支払った会社、つまり使用者は、 え、従業員たる被用者に対して求償できるというのが条件ですからね。え、一応715条3項です。では次に、あ、慰謝料請求権は相続される。はい、これはもういいですね。え、これはもう判例上、被害者即死の場合であったとしても、慰謝料請求権は単なる金銭債権と捉えられてますから、まあ、相続の対象になります。まあ言ってみれば、直ちに発生するんですよね。まあ言ば、被害者が死亡した場合なんかは、え、被害者が死亡した場合は、これは即死の場合であっても、直ちに慰謝料請求権は発生して、え、当然に相続の対象になります。では次に、 はい47番から、これは相続法、親族法ですね。ごめんなさい。47番からは親族法になります。はい、判例によれば、内縁の夫婦の一方が死亡したときは、他の一方は財産分与の規定の累積適用で財産分与を請求することができる。これはできません。あの財産分与については、これは確認するとね、内縁関係には基本的に遺産分割の道を認めないのが判例です。 ですから、例えば内縁の配偶者というのは、先ほどちょっと出てきましたけれどもあの、相続人不存在で特別援護者制度の中で、えー、実際に分与を受けるということはありえます。これはね、えー、例えば、被相続人が死亡して、被相続人が死亡して、相続人が不存在だと。で、相続人が不存在だっていうときには、その特別援護者制度を通じて、療養看護に努めたものとして、その内縁配偶者にその財産というのが行くっていう可能性はあるんだけれども、相続人がいるときは一切認めないからね、判例は。 で特にこの財産分与の類推適用については、ぜひ押さえてて、内縁の解消のときには類推適用があるんですよ。つまり内縁関係を解消しましょうっていう場合には、その財産分与の類推適用で、えー、その財産を分けるということは認めてるんだけど、私別の場合の類推適用は、実質的にこれ遺産遺産、遺産を分け渡す道を作っちゃうことになるので、まあ、極めてその、 相続に異質な経験を持ち込むものなんていう,うに判例を言ってますけれども、この相続の制度に異質な経験を持ち込むものだから、まあ、一切許さないよというのが判例の立場なので、まあ、繰り返しになるけれども、内縁関係で財産分与の累推適用ができるかという問題が出てきたときには、まあ、一般的には生存中の解消ね、もう内縁関係やめましょうという場合には、えこの えー、内縁関係の通常の解消の場合には財産分与の累積適用とを認めてるんだけれども、えー、私別の場合には、えー、この累積適用は、実質的にはこの相続財産を、えー、内縁配偶者に渡すことになっちゃいますから、あの、それはやっぱり判例上認めてないってことになります。では次の、えー、18番。はい、えー、15歳未満のものは、はい、そのものの法定代理人が本人に代わってする承諾。まあ、ちなみに15歳のものの縁組っていうのは、大学許可が必要、代諾縁組って言いますよね。 大学縁組といって、法定代理人のこの承諾がいります。これ合ってますよね。15歳未満のものっていうのは、やっぱり自分でその内縁、自分でこの養子縁組に対する判断ってなかなかできないわけですよ。まだ15歳に達してない。15歳未満のものは。なので、15歳未満のものは自分の判断で養子縁組ってすることができないんですで。で、どういうふうにやるかっていうと、大学縁組っていって、実際に15歳未満の者が養子縁組をする場合には、その法定代理人の人が代わって、 承諾をするということになりますから、まあ、この48番、これ合ってます、そのものの法廷代理人が、本人に代わってする承諾、これ797条1項で、いわゆる大学園議です。合ってるじゃないかということになりますが、実はこれ、引っかけで、この次が違うんですよで、火災の許可も必要なんですよ。 でこれはなぜかっていうと、未成年者縁組するときは火災の許可がいるんです。えー、これ798条です、えー。未成年者を養子にする場合には、798、えー、条本文ですかね、えー。未成年者を養子にする場合には、798条本文で、えー、家庭裁判所許可がいる。で、そうすると何が間違ってるかっていうと、またはじゃないんですよ。かつです、これは。 えー、両方いります。えー、つまり、未成年者を養子に取る時点で火災の許可が必要でしょ。えー、未成年者を養子に取っている時点で火災の許可が必要で、さらに15歳未満のものを養子に取るってことは、えー、法定代理人の大学がいるので、えー、両方ともなければできないよっていうところが、これの間違いということになります。では、最後49、あと2つ、49番。 こちらはまだちょっとまだ学習進んでない方は、後でもいいかなと思いますが、遺産分割協議については、債務不履行解除はできませんというのが判例です。えー、とちなみにこれとあの、よく出てくるのであの、結論だけ触れとくと、遺産分割協議については、全員での合意解約は認めてます、判例は。つまり、遺産分割協議をやり直しましょうということで、その遺産分割協議については、この相続人全員の合意によっての合意解約はできるけど、債務不履行で一方的に解除することはできない。 というのが判例の立場なので、えー、問題からすると、この遺産分割協議が成立した、でこの時に、えー、債務不履行解除というものは判例上できないよということになります。まあ、一応 CF で書いておくと、全員による合意解除は OK です。まあ、要するに相続人全員が集まって、まあ、この遺産分割、ちょっともう一回やり直そうぜみたいなことを、全員の合意で遺産分割を解約するというね、えー、全員による合意解除はできます。 ただ、今回問題になっているのは債務不履行解除でしょ。債務不履行で解除することはできませんということです。では、最後のところですが、こちらはやっぱり担当の問題っぽいですが、いわゆる大衆相続ですね。大衆相続は、非代収者が死亡した場合には認められるが、相続欠格または推定相続人の排除によって相続資格を失った場合には認められないということですが、これ、認められます。代衆相続っていうのは ま、言ってみればあれですわね。あの、まあ、例えば例としては、まあ、これでま、担当パーツ終わりになるので、えー、例えばま、A が死亡して、まあ、例えばこういう、まあ、縦にしましょうか。A、B、C と。で、この時に A が死亡したら本来 B が相続になるんだけど、もう A の死亡前に B がすでになくなってるっていう場合、この時は C が代わりに相続にやるんです。まあ、これを代襲相続って言います。 まあ本来だったら親、子、孫みたいな感じで、えー、実際に親が亡くなれば子供が相続になるんですよ。まあ、親、子、孫っていう発想、ね、で。そうすると親、子、孫の発想で、親が相続する場合っていうのは基本的には、えー、子供が相続するわけですよね。親の、親が非相続人だった場合は。えー、この場合だったらこの図で言うと A が死亡した場合には B が相続人をやるんだけれども、その A の相続発生前に B がすでに死亡している場合には代わりに C が相続するんですよ。で、これを代衆相続っていうんですが、 この B については、別に死亡じゃなくても、この結核とか排除も入ります。あの、大衆相続 OK です、えー。死亡とか結核とか排除の場合には、えー、C による大衆相続は OK です。で、ちなみにこれで、ね、担当論文ともに聞かれるのは、 あのもし仮に B が相続放棄した場合は、これは大衆相続できません。なぜかっていうと、相続放棄は相続人とならなかったものとみなされるからです。ですから C が代衆する余地ないんですよ。あくまでも代衆相続っていうのは、まあ、B の相続の地位というものを C が代わりに代衆するっていうことになるから、少なくとも B が相続人であることは最低必要になるんですよ。 で、その時一応、条文上は、この死亡とか結核とか排除の場合は、C が代集することはできるっていうことになってます。えっ、ー、と、こちらも条文887条かな。887条で条文はあるわけで、まあ、2個になりますけれども、えー、一応、代集はできるんだけど、あの相続放棄の場合はできません。 相続放棄の場合には代収することはできないということになりますので、まあ、少し条文の知識ということになりますので、確認をしておいていただければと思います。はいで、しょうかで一応、ここまでのところがですね、一応担当、今日はまは解説のために担当になりますので。 で一応、この記述式のところも一応、まあ、あの、どういうところを見てほしいかっていうのを簡単に説明しますが、まあ、目標点もとにかく何点ぐらい取れたかっていうところはちょっとね、確認しておいてください。で、あと少し、えっ、ー、と、戻りまして、えっ、ー、と、一応、解説の丸×のところでは、えー、先ほど触れましたが、34番については、こちらは、あの、丸が正解になりますので、えー、皆さんのお手元にある解説冊子だとちょっと、あの、違った足の解説がついてて、×になってますけれども、えー、34番は丸ということになります。 では、えー、それではですね、えー、ここからは、っとか、あの、さっとやっていく感じになりますが、えー、記述式ですねで。記述式については、まあ、大体どのぐらいのことが書けてたかとか、もしくは、これが書けてれば OK みたいな、ある程度の基準みたいなのを示していくと、まず一番の問題、えー、権利外観法律とは何ぞや、ってことですが、まあ、これはこの三つちゃんと書いてくればいいです。虚偽の外観、本人の奇跡性、第三の信頼、えー、この三つを要件に取引安全の観点から第三を保護すると、えー、信じた通りの権利関係を見てみましょう。 では次に2番ですね2番はこれ条文の内容そのものになりますのでまず取り消しができるものっていうのは梶屋で意思表示をしたもの代理人、もしくは承継人そして主観的な時効の起算点は追認できる時から5年行為の時から20年ってことですよねこの取り消し権については追認できる時から5年それから行為の時から20年ちなみにこれ丸伐って発想からすると意思表示をしたものまで書ければいいです。 この代理人、承継人っていうのは、とりあえず、ちょっと細かいところもありますから、少なくとも取り消しっていうのは、向こうは誰でも主張できるんだけど、取り消しは、その、可視あり、非表示をしたものが、えー、その主体になっているっていうことが示せればいいでしょう。で、次に3番ですが、うん、これは、あの、非常に重要。えっ、ー、と、親権者がこの所有する不動産に対して、えー、第三者の債務の担保として抵当権を設定する行為が利益相反に当たるか。ということは、まず書くべきことは外見説ですよね。 え、利益相反に当たるかどうかについては、行為の外形に照らして定型的、客観的に判断すべきなんだと。で、代理人の意図、動機を持って判定すべきではないわけです。じゃあ、今回そうすると、子供の不動産を第三者の担保に供する行為は、これは子供と第三者の利益相反にはなってますけれども、親との利益相反は生じてません。えー、あくまでも例えば、 子、えー、子供の不動産を第三者の債務の担保にするってことは、第三者が主債務者で、えー、子供が物情保証人になるっていう契約ですよね。いいよね。えー、第三者が債務者で、子供が物情保証人になるっていう契約ですから、そうすると、まあ、主債務者と物情保証人の間には利益相反は外形的、客観的にあります。主債務者と第三債務者ですから。そうすると、子供と第三者と、あ、主債務者と、ごめんなさい。主債務者と物情保証人ですから、今回は、えー、この子供が物情保証人になって、 子どもが物上保証人になって主債務者がこの第三者ってことになるからそうすると、まあ、主債務者と物上保証人である、えー、こ,この、えー、主債務者と物上保証人である、えー、第三者と子どもとの間には外形的な利益相反関係はあるけれども親子関係の中では利益相反生じてませんので、えー、利益相反には当たりません。はい、で4番はこれれ先ほど触れた話です えとこの公順に低騰権者の消滅事項の援用については、えー、自分が援用することはできません。自らが援用権者として援用することはできません。なぜならば反射的な利益に過ぎないからです。えー、この増加額に対する期待というものは、あくまでも時効、えー、によって直接の利益を受けるものではないわけですから、えー、原則ダメなんだけど、ただ、はい、こちらですね、あの債務者の援用権を代行使することができます。一応、判例はこう言ってますよね。 えー、債務者の視力が事故、えー、の債権の弁済を受けるについて十分でない事情があれば債権を保全するのに必要な限度で、えー、この債権代券の規定によってね423条1項本文ということですから、まあ、債権代の規定を用いて、まあ、債権代券を行使することによって、えー、この主債務者の事故延用権ね主債務者の持っている事故延用権を代行しすることができるというのが判例立場ですからそうすると、丸一丸にしっかり押さえてほしいのは 公順位定等権者のできるアクションっていうのは、公順位定等権者自らが沿用権者として先順位定等権を消しに行くことはできないんだよね。だけれども、主債務者が自己沿用権を持ってますから、主債務者が持っている自己沿用権を再決済することで、実質的に、あの、自己の交渉することができるっていうことになります。 はい。で、5番です。はい。5番はこちら、あの、もう解説で済んでますので、えー、審議則上の事項延恩の喪失の話がかけてればいいです。で、次に6番、不動産賃借権の取得事項。これ忘れてる人はちゃんと言えるようにね、不動産賃借権については判例は、土地の継続的な要益という外形的事実という、これが客観面ですね。えー、客観的要件として、えー、土地の継続的要益という外形的事実。そして主観要件としては、賃借の意思に基づくことの客観的な表現。 まあこれ主会要件といっても、やっぱり客観的な表現が必要になるんですね。まあ、一般的には賃料を定期的に支払っているみたいな事実があれば、大体それに当たります。えーまあ、言ってみれば、この不動産賃借権の取得事項が認められるのは、土地の継続的な要益というまず外益的な事実があってで、そしてかつ賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることも2つが要件で、えー、特に後者については、 まあ、賃料とか地代名目でお金を払い続けているということがあれば、通常はその賃料名目でお金払っていれば、賃借の意思に基づくことの表現はあるので、不動産賃借権の自己取得の余地は十分にできる、はいえー。7番、はいえー、これ、第三者の意義については、これ、もう正確に言えるようにしておいてください。あの要は、客観的には、あの当事者および包括証券人以外で、不動産に関する物件の特創変更について、当期の献血を主張する政党の利益を有するもの。で主観的には、もうこれ、ざっくり言うと、配信的悪意者に当たらないこと。 みたいなことを書けばいいです。これは、まあ、配信的確認じゃないって書いてればいいでしょう。で、8番については、え物件変動の時期がずれる場合の解説ですよね。えつまり、本来は物件変動の時期は契約時、まあ、176条で契約時なんだけれどもえ、直ちに物件変動を生じさせられないときにはえ、契約時以降に物件変動が生じることがある。で、この通常、このどっちかかな。え例外に当たるものは、不特定物売買でえ、特定されない限りは、所有権移転させるものがわからないみたいなとき。 まあ不特定売買だったら特定が生じるとき、他人物売買の場合は、他人物売り主が所有権を取得したときに、えー、所有権移転するってされてますよね。 はい、は次に、9番ですが、これは先ほど触れましたんで、解説省略します。えー、非担保債権を、えー、敷金返還請求権を非担保債権として設定して、えー、そして建物の明け渡しを拒むこと、留置権を行使することができるかですが、まあ、これは9番できないということになります。まあ、少なくともこの先ほども触れた通とおり、建物明け渡しに関しては、敷金返還請求の発生は明け渡し時に発生しますからね。 い,い,よね、いわゆる明け渡し施設、これはまあ民法の622条の2の1個1号でも,、えー、もう規定されています、えー。賃貸借が終了し、かつ賃貸物のも返還を受けたとき、つまり明け渡し時に敷金返還請求権が発生しますから、そうすると敷金返還請求権を非担保債権として、えー、建物を留置することはできないよということになるわね、えー。非担保債権が発生してないわけです。では次に、はいえー、10番についてはこれ、判例補充問題なので、えー、しっかり埋められるように3つしておいてください。 えとまあ言ってみれば、あの低等権者が占有権限ある占有者に対して、低等権に基づく妨害排除請求権を行使する要件、まあ、主観要件はこれでしょ、低等権の実行としての競売目的、ごめんなさい、競売手続きを妨害する目的があること、まあ、主観要件としては、えー、低等権としての競売手続きを、低等権の実行としての競売手続きを妨害する目的があること、で客観要件はこれだよね。 低当権者の優先弁済請求権の行使が困難になるような、えー、状態があること、まあ、一応、この2つを要件として、えー、言ってみれば低当権に基づいた、えーまあ、妨害排除請求としての明け渡しというのを求められる、まあ、返還請求としても捉えられるけどね、えーまあ、言ってみれば占有権限のある占有者に対して、低、え、当、ー、権者が低当権に基づく返還請求、ないしは、えー、妨害排除請求として明け渡しを求める要件は、主観要件は、えー、この競売手続きを妨害する目的があること。 客観要件は、優先弁済権の、優先弁済請求権の行使が困難になる状況があることが要件になります。そしてさらには直接事故への明け渡しを求める要件も判例は認めてた。これは何かというと直接事故へ明け渡すための要件は、はい、えー、この所有者が適切に維持管理することが期待できない場合だよね。えー、このまたの後ですね、えー、低等不動産の所有者が えー、この低等不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には直接事故への明け渡しを求めることができるということになりますが、この判例は正確に言えるように、えー、しておいてください。めちゃくちゃ重要判例です。で、1一番安全はごめんなさい。損害とは何か差額説ね、えー。債務不履行がなかった場合と債務不履行があった場合の経済的に、えー、その状態を差額で表現したものということで差額説の立場を書いておくださ 12番、安全配慮義務もこれは定義ですよね、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触に入った当事者間において、当該関係の付随的義務、当該法律関係の付随的義務として、審議則上大義務だよというふうに説明されています。13番、特定物を目的とする売買契約があります、売り主が利口を提供したにもかかわらず、飼い主が受領拒否した、つまり受領地帯に陥っているときだね。 え、飼い主が受領地帯に陥っているときに、売り主が飼い主の受領拒否を理由として解除できるか、原則できないよね。なぜならば、あの、受け取ることは権利であって義務ではないですから、えー、言ってみれば、受領地帯っていうのは、あの、法定責任説に立ちますよね。判例はね。えー、法定責任説に立ってますから、あくまでも、その、受領しないことっていうものが債務不履行にはならないんですよ。えー、受領しないことっていうのが債務不履行にはならないので、えー、このように、 飼い主が受領を拒否をしたことのみでは債務不履行とはならない。まあ、これが原則論ですよね。飼、えー、い主が目的物を受領することは債権者の権利であって義務ではないため、一、えー、行飛んで、赤い、あの、ここですかね。えー、マーカーちょっと飛びますが、飼、えー、い主が受領を拒否したことだけでは債務不履行にはならないんで解除できないというのが結論ですが、ただこれ例外がありました。これね、心理則上の受領義務とか、目次の特約が認定できるときはですね、あのこれが例外です。 目次の特約であったり、目次の受領義務を定めた特約や、審議則上の受領義務というものが認められる場合は、例外的に解除できるということですから、書き方はいろいろあるけれども、原則は解除できないよと。つまり受領拒絶とか 受領しないこと、まあ、いわゆる一般的には民法でいうと、受領地帯ってやつですねえ。受領地帯は債務不履行ではないから、原則受領地帯をもって解除できないんだけれども、ただ例外的に、目次の特約とか、審議則上の受領義務っていうのが認定された場合には、債務不履行解除ができる場合があると。まあ、いうことだねでは次に、はい、14番、これはまあその場で考える問題じゃところで、あのこれ、605条の4が使えないんですよね。対抗要件備えてないから。 14番については対抗要件を備えていない賃借人ってことですから、605条の4が使えないじゃあどうするって話ですね。605条の4は使えない。じゃあどうするかって言ったら、これはいいかな。賃貸人の所有権に基づくを代行すればいいからね。あの、再権債権の転用事例です。再、えー、権債権の転用事例ってことになりますから、えーま、賃貸人に対する、ま,あ、まずは、 これだよね賃貸人の不法占拠者に対する所有権に基づく妨害排除請求権を代行するということが、まずこれが書けるかどうかですね。つまり、賃借人は今回、対抗要件を備えていないから、えー、対抗要件を備えていない以上は、えー、605条の4に基づいた、えー、不動産賃借権に基づいた返還請求とかできないわけですよ、えー。なので、じゃあどうするかっていうは、所有者である賃貸人がいるわけですよ。 で所有者である賃貸人が持っている所有権に基づく、まあ、妨害排除であったりとか所有権に基づく返還請求、えー、それを代行しすればいい、じゃあこの時非保全債権何かっていうと、使用収益させろっていう請求権が非保全債権なのね。その目的不動産を自分に使用収益させることを求める請求権っていうのがありますから、その使用収益を求める請求権を非保全権利とした上でえで、ー、妨害排除請求権、所有者が持っている所有権に基づく請求権を代行しすればいい。 まあこちらは大丈夫ですかねまず元々は賃借には賃貸人に対して使用収益させろって請求権がある。で、これを非保全債権として、え賃貸人たる所有者が不法選挙者に対して持っている所有権に基づく返還請求なり妨害排除請求。これをまあ代行するということで。これは、あのいわゆる転用事例だね。採、え、決、ー、の転用事例です。で、次に15番はこちらはまあ先ほど触れた問題なのでいいでしょう。あの、しっかり穴埋めできるように。 でそしてさらに、はい、16番も、えー、これ、穴埋めができれば OK です、えー、要するに同時到達の場合の処理、えー、各債権者は債務者に問いして、それぞれ全額を請求することができる、ただし、えー、全額請求できるが、債務者は1人に弁済すれば免責されますよね、債務者は、えー、1人に全額を弁済すれば免責,免責されます、そして、えー、弁済を受けることができなかった譲り受け人は、同率1位だから、半額よこせみたいな話ですよ、2人だったらね。 えー、二重譲渡で同率1位と、まあ、同時到達だった場合には同率1位になりますから、まあ、実際にこうやって、えー、債権が二重譲渡されて、えー、その確定日付ある証書での通知というのが同時到達した場合には、どっちも同率1位になりますから、えーまあ、どちらも全額請求できると。で、債務者はどっちかに全額払えば免責で、あとはその譲り受け人総合は同率だから、えー、受け取れなかった人は安分請求をするという感じだね。で、16番、17番ですね、次ね。はいえー あのこの第三者弁済の正当な利益は法律の利害関係ですよね。えー、ですから友達とか家族とかではだめで、法律の利害関係があるものが正当な利益ということになりますで。正当な利益を持っている第三者が基本、第三者弁済はできるけど、えー、と17番にもある通り、正当な利益を持ってない第三者は債務者の意思に反して弁済できないんですよ。ただ、債、は、権、いえー、者が知らなかった時には、えー、弁済は有効になります。これはまあ条文の知識ということになりますから。 あの一応、第三者弁済に関する条文をちゃんと抑えられてますかっていう確認だと思っていただければと思います。ですかね。あで、一応、第三者弁済、これ、書かれていることを触れておくと47、474条2項に書いてあります。この,この話、えー。この債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合には、えー、法律上の利害関係、つまり正当な利益を持っていない第三者が、 債務者の意思に反して弁済をしても有効になるんですよね。あの一応原則論としてはね、あのこの正当な利益を有するものでない第三者、まあ、つまりこの17番の問題でも聞きましたけれども、法律上の利害関係を持っていない第三者っていうのは、債務者の意思に反しては弁済できないんだけど、ただ、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときには有効な弁済になり得ると。 はい、18番も長めです。弁済の提供の効果、これ全部言えるようにね、債務者は、えー、まず履行地帯責任を免れます。弁済提供すれば。まあ、要するに自分は債務不履行にならない。で、相手の同時履行の公弁権を奪います。だから相手を債務不履行できます。で、そして、えー、相手が受け取らないってことになれば、供託できるようになります。ということで、えー、一応この18番は、弁済提供した場合、自分は債務不履行にならないよっていうこと。で、相手の同時履行の公弁権を奪って、相手を地帯に落とせます。 でそして、供、えー、託が可能になるという3つは必ず。で19番、こちらはまあ予備試験の論文でも出てくるし、まあ、論文の講座とかだとまあほぼほぼ聞かれるやつね、えー。1つの契約の債務不履行でもう1つの契約が解除できる場合ってありますかって話ですで。これはもう判例がしっかり2つの要素言ってます。相互に密接に関連付けられていることと、一方だけでは意味がないこと。まあ、この2つだよね。まあ、一応要素としては2つになりますかね。 えーまあ、一方の、えー、契約が債務不履行になった場合に、もう一方を解除できる場合があるかという場合には、えーまあ、相互に密接に関連付けられていて、かつ、まあ、一方だけでは契約目的全体が達成できない場合ということになります。では次に20番、はいえー、これは敷金関係の承継については、賃貸人の地位の移転があった場合には敷金は引き継がれます。これは条条の2ののの項項でですよね 賃貸人の地位の移転があったときには、敷金関係は引き継ぎます。で、賃借人の地位があったとき、移転があったときには、622条の2の1項二号に、あ、1項一号、ごめんなさい。622条の2によって、敷金は生産されます。え、これ適法な賃借権の譲渡があったってことになりますから、622条の2の1項、まあ、ごめんなさい、これ2号だよね、やっぱね。すみません、これちょっと直しておいてください。失礼しました。まあ一応、根拠条文としてはこういう形になります。 えとまず、605条の2の4項で、えー、これ、賃貸人の地位の移転があったときですね。えー、賃貸人の地位の移転が生じた場合には、605条の2の4項によって承継される。で、えー、賃借人の地位の移転があったときですかね。えー、賃借人の地位の移転があった場合には、622条の2の1項、2項で、敷、えー、金はえ生産されます。では、次に21番です。これは賃貸借の問題ですね。えー、と賃貸目的物が A から C に譲渡されたと。 A から C に譲渡された場合、C からの所有権に基づく明け渡し請求に対して、B が賃借権を主張することができるのは、これは先立つ対抗要件でしょ。いいよね、C が所有権に基づいて明け渡し請求してきたってことは、C の所有権登記より先に、B の賃借権の対抗要件を備えていることが必要になります。そうすするるととつ書書書けけけばいいんですよ具具体体的的にににっっっってててて言かかららねこだ C の所有権登記に先立って まあ不動産賃借権の登記、それから借地借家法10条1項の借地上の建物の登記、または借家の場合は、えー、借地借家法の31条の、えー、建物の引き渡し、このいずれか、まあ、それを備えていればいいと。まあ、一応、ちゃんと書いてほしかったものは21番は、まあ、言ってみればあの所有者からの所有権に基づく明け渡し請求に対して、まあ、賃借権が対抗できるということは、所有権登記より先に賃借権の対抗要件を備えてるということだから、その対抗要件の中身を書いてくださいというのが、出題の趣旨です。 では次に22番。はい。適法な賃貸借がなされていた。まあ、転貸借、失礼しました。えー、適法な転貸借がなされていて、で、そして、減貸借が合意解除されたことを理由として、賃貸人が転借人に対して明け渡し請求した場合の法律関係を説明せよう。はい。まず、対抗できないよね。合意解除の、ねえー。ですから、このように、賃借人が適法に賃借物を転貸した場合は、えー、賃貸人は、この、現貸借を合意解除したことをもって、 転着人に対抗することができませんので、所有権に基づく明け渡し請求はできないんですよね。でそうすると、所有権に基づく明け渡し請求ができない結果、転着人が所有者に対して自分の転借権を対抗できるわけですよね、逆に。い合意解約を、賃貸人の側は合意解約の事実を転借人に言えない。で逆に転借人の方はえ自分の転借権を賃貸人に対抗できますから、結果的にどうなるかというと、賃貸人の地位の移転があるんだよね。え元々は A, B, C っていう形で天体があった場合には、BC 間の天体尺が AC 間の天体尺が変わるんだよね。で、これは、あの、書いてある通りになります。で、地位帯人の地位の移転が生じて、これは652の一個類推定されますよね。えー、ここはちょっと、あの、入門段階で確認しておきます。はい。じゃ次に、和解契約を削除で取り消すことができるますかはい、原則できません。和解の確定項がありますから。えー、和解契約を削除として取り消すことは原則として和解の確定項でできないんだけど、例外は、これあくまでも例外ね。 え、和解の前提として争わなかった事実に錯誤があった場合に、え、例外的に、錯誤取り消しの主張をすることができる場合がある。まあ、原則論はできないよってことは、これ必ず書かなきゃなんです。え、原則は和解の確定校があるから、え、ダメだよって話になるんです。 ですが例外はここに書いてあるとり和解の前提として争わなかった事実の作語、まあ、特に判例で有名なのがあのジャムの大仏弁済ですね、えー、裁判上の和解でジャムで大仏弁済するという時に、えー、そのジャムが実はすごい粗悪品だったとでこのジャムが粗悪品だったということは和解の交渉過程の中でもう全く争わなくないと、まあ、要するに えー、このジャムの大仏弁済の判例なんて、ちょっと後で、ね、確認しておくというのは、もうジャムを使って大仏弁済するんだということが、えー、裁判所で和解成立したんだけれども、まあ、そのジャムの品質が一定程度であることが、お互いの暗黙の了解になっていると、でそのジャムの品質については、お互いも前提として、う争うことはなく、一定の品質を持っているということを前提に和解したんだけど、だけど、実際にそのジャムが粗悪品だったって場合に和解を取り消すと、錯誤取り消ししているものを認めた判例があります。 で次に24番、えー、これも問題の取材しっかり、JR 東海事件です。えっ、ー、とね、認知症に罹患した成年非後見人では患者の介護にあたる家族が714条責任を負う場合、これはまず前提として714条は法廷の監督義務者ということになりますから、成、えー、年非後見人ではない場合には、家族は原則責任を負いません。 あくまでも714条責任というのは法廷の監督義務者だから、成年後見人として選任されているものでなければ、原則は714条責任は負わないんだけど、ただ判例は、キーワードこれです。監督義務を引き受けたと見るべき特段の事情がある場合。これがキーワードですね。この監督義務を引き受けたと見るべき特段の事情が認められる場合は、これは、この類推適用ですが、法廷の監督義務者に準ずべきものとして、類推適用される場合がありますということですね。 でそして最後、はい、求償権については無制限ではないです。えー、25番ですが、えー、使用者が被用者に対して求償、えー、権を行使する場合は、基本キーワードこれです。公平な分担です。損害の公平な分担。まあ、キーワードはここですわね。えー、使用者っていうのは求償権行使できるんだけど、全額求償できるわけではなくて、損害の公平の分担という検知から、審議則上相当と認められる限度での求償権ということになります。はい、ということで、記述についてはまだどのくらい えー、とりあえず学習が進んでいるかにはよりますけれども、まあ、今、大体話した、えー、この出題しているものについては、まあ、大体論文書くときには、そのものズバリパーツになるようなものを出しているつもりです。えー、ですので、まあとでですね、えーまあまあ、ロースクールの入試であったり、予備試験の問題であったりとか、まあ、あと最終的には司法試験というところになってくると、まあ、こういうまあ判例の言い回しみたいなものとか、まあ、あとはまあそのまま判例規範になっているものっていうのは、どれだけ正確に出せるかっていうのは大切になってきますので、まあ、特に、あの まあ、穴埋めになっているところとかでねあの、ちょっとうまくちょっと思いつかなかったよみたいなところがあれば、まあ、各教材等を使って、ね、確認していただければと思います。えー、まずはあの目標点としては、まず担当で出てきたもので、えー、間違えたものをしっかり、えーな,まあ、なくしていくことと、それから記述については、まあ、とりあえず初見になっているものがなければ、まあ、とりあえずは大丈夫かなと思うので、まあ、ちょっと見,見たことないぞとか、完全に忘れてるぞみたいなところがあったら、しっかりと復習しておいてください。 では、えー、確認テスト民法の解説は以上といたしまして、まあ、次回また今度は、えー、科目は商法になりますので、まあ、商法は、まあ、商法手形法も含めてですね、えーまあ、次回また確認テストやっていきますので、まあ、ぜひペースメーカーとして、えー、準備を進めていただければと思います。それでは、えー、本日の確認テスト、少しあの長くなりましたが、えー、民法の解説は以上とさせていただきます。それではお疲れ様でした。